はい、よしです。今回はですね、メガドライブ2ですね。ヤフオクのジャンク箱でゲットしたやつですね。いろんなハードとかソフトが入ってて、8000円で送料込みで買ったやつをちょっと分解清掃したいと思います。で、あとこれゴム足が1個ないので、これちょっと代用で、ゴム板使ってちょっと作ろうかなと思ってますね。まあ一応そんな感じで、分解清掃したいと思います。で、あとこれなんですけども、330円で以前、ハードオフのジャンクで、手に入れたメガドライブの、これメガドライブ1のコントローラーですよね。デカコントローラーですね。で、これもちょっと一応一緒にメガドライブつながりで清掃したいのと、これこの間手に入れた、メガドライブのマルチアダプターですね、コントローラーの。で、これも、メガドライブつながりなので、3つ、やりたいと思います。これ、メガドライブのコントローラーのもう1個あるはずなんですけども、なぜか見つからずですね、とりあえずこれ1個だけやりたいと思います。それではですね、4箇所ちょっと外して、開けてみたいと思います。じゃあ、ネジ外しましたので、とりあえず開けます。こんな感じなんすね。あれですね、チップがセガなんですね。セガが作ってるチップなんですね。東芝、これはモトローラーですよね。あれなんですよね、なんかメガドライブってこんなプニプニのリセットボタンなんですよね。じゃあちょっと、基板の方もですね、1、2、3、4、5箇所ですね、ちょっと外して、下の方も覗いてちみょっとます。外しましたので、どかしてみよう。あれ、動かねえな。どういうことだろうね。あ、ここか。そうだ、メガドライブってここのカセットのところの脇のところの、これ外さないと、メガドライブ版も確かそうでしたね。これちょっと外しますね。あ、外れた。いきなり唐突に。こんな感じですね。基板の方は特に、あれですね、もう、コンデンサの液漏れとかもなさそうなので、綺麗な感じですね。まあ、ちょっと一応表面は綿棒に、無水エタノールつけて、ちょっとこすって汚れを落としておきたいと思います。こんな感じですね。で、意外に結構綺麗みたいな感じですね。まあ、ちょっとこれは水洗いしたいと思います。あと、ここは爪のところは押してあげて、ちょっと外して、これは外れるのかな、外れんのかな、これ。 あ、多分これごと外すって感じですかね。ちょっとまあこれは様子見ながらちょっとやってみますね。ちょっと外すのがちょっとなんか結構な角度で刺さってるので、ちょっと破損しちゃうといけないので、もしあれだったらちょっとこのままで洗っちゃいますね。で、まあエアダッサーで飛ばせば問題ないかなと思いますので、じゃあ、あとここネジ3つ外して、このパカパカのところ外しておきます。分解終わりましたので、こちらの方は丸洗いしてきますね。で、あとこちらの方もですね、分解、おのおのしたいと思います。こんな感じで分解できておりますので、これを洗ってきちゃいますね。丸洗い、ボタンのところもですね、ゴムのところも全部洗ってきたいと思います。で、あとこちらの方は一応こんな感じで、あと中のボタンを、ボタンじゃない、ネジを何本か、一応こんな感じで外せました。なんかすごいシンプルな感じですよね。まあ、一応こんな感じで外せましたので、丸洗いしていきたいと思います。これも一応外せますね。こんな感じですね。はい、じゃあちょっと全部洗ってきちゃいます。洗ってきましたので、いつも通り、こちらのエアダスターですね、電動エアダスターの方で、水気を飛ばしていきたいと思います。
こんな感じで、全体飛ばしていきます。はい、乾燥させましたので、本体とあとマルチアダプターの方ですね、ちょっと組み上げたいと思います。コントローラーの方はちょっとまだ汚れてる部分と、あとボタンの部分ちょっとメンテナンスするので後回しにして、こちらの本体の方とマルチコントローラーアダプターですね、マルチアダプターの方、マルチコントローラーアダプターですね、こちらの方だけ先に組み上げます。逆の手順で組み上げちゃいます。ですね、一応組み上げました。マルチ AV アダプターも綺麗に、なりまして、特に問題なく終わりました。でこちらの方ですね、メガドラツなんです。足がないんですよね、一箇所で。これをホームセンターでこんな感じで、ゴム板が売ってるので、それ買ってきたやつがあるので、この頃にはめようと思います。でこれ多分2枚重ねればちょうどいいぐらいの厚さになりそうなので、二重にちょっと切ってですね、重ねてみたいと思います。ハサミで切ってですね、こんな感じで1個目ちょっとできたので、この状態の合わせて、もう1個ですね、切ってみたいと思います。なんとなくできたので、ちょっとこれ両面テープで貼り合わせて、ゴム足にしたいと思います。とりあえずなんとなくできたので、貼ってちゃいたいと思います。まあゴム足って所詮裏側ですし、あとはどの道擦れちゃうので、擦れて汚くなっちゃうので、そこまで気使わなくてもいいかなとか思ってざっくりやっちゃってますね、僕はこんな感じですね。まあ、ちょっと出っ張ってる感はあるんですけども、ゴムなんでそのうち、馴染むでしょうみたいな感じですだってこっちだってボロボロなってるんですもんね。まあなんとなくできてればいいかなって感じでちょっとできました。置いても、ちょっとまあここだと分かりづらいんですけども、グラグラしないんじゃないですかね。はい、メガドラ2は完成です。じゃあ次ですね、ラスト、コントローラーですね。ここのところの接点のところは、無水エタノール綿棒に浸してこんな感じでちょっと綺麗にしたいと思います。やっぱあれですね、ゴム片が結構ついてますね。じゃあちょっと全部念入りにちょっとやっていきたいと思います。あとですね、コントローラーの方なんですけど、これ汚いっすよね。こういうのはですね、僕はこんな感じにちょっと置いて、ウェットティッシュでもティッシュでもいいんですけども、無水エタノール歯ブラシにこうつけてですね、これでもガシガシやっちゃいます。まあ、無水エタノールなので揮発性ですぐ飛んじゃうので、こういったコネクターの付け根ですね、こういったところもガシガシやっちゃいますね。もう結構汚れ落ちてますよね、こんな感じで。まあ本当は丸洗いしたいんですけども、中に水が残っちゃ別な障害が起きちゃうので、こんな感じでやればですね、無水エタノールだったら水分も飛んでくれますので、水分というかアルコールなので、揮発性で飛んでっちゃいますので、綺麗になっていいんじゃないですかね、これをやれば。であとコネクターの付け根の方もですね、こちらですね、こちらの付け根の方も同じような感じでやっちゃいます。あとですね、コントローラーのパッドのゴムの裏の部分をですね、こんな感じでちょっと余分な数を取っちゃいたいと思います。じゃこれを取ったら、コントローラーも、組み上げちゃいますね。だいぶ綺麗になったので、じゃあ念入りにちょっとやっちゃいます。ちょっとここら辺の汚れとかがひどくて、手こずったんですけども、まあ結構かなり見てください、歯ブラシと無水エタノールでゴシゴシやってかなり綺麗になりましたね。じゃあちょっとつないで、動作確認して終わりにしたいと思います。じゃあセッティングしましたのでスイッチオン。はい、特に問題なく動きますね。ボタンの方も特に問題ないですね。プッシュスタート。はい、とりあえずは、コントローラーも綺麗になってですね、かなり快適に遊べるようになったと思います。
こんな感じで今日は、ヤフオクのジャンクで手に入れたメガドライブ2ですね。こちらの、メンテナンス清掃分解清掃ですね、そちらの方をしました。でこんな感じでですね、いつもチャンネルの方はですね、ジャンク品購入、基本的にはハードオフがかなり多いかと思うんですけども、そちらで購入した商品をですね、分解清掃でしたりですとか、メンテナンス、あとは修理ですね、壊れたら修理とか、随時やっております。こんなチャンネルなんですけれども、チャンネル登録グッドボタン押していただきますと非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。頑張ってですね、また動画作りますので、また見に来てください。ではまた。